稲た産業株式会社は、大阪府大阪市中央区南千場に本社を置く専門商社。現在、住友科学が筆頭株主である。主に電子材料、住宅設備関連、化学品、合成樹脂等を扱う。伊藤中商事、阪和工業、岩谷産業、長瀬産業、山善などと並ぶ、在販商社の一つ。1890年。 京都府派遣留学生としてフランスのリヨンで染色技術を学んだ稲畑章太郎が帰国後京都に稲畑染料店を開業したのが稲畑産業の起源。その後1893年に社名を稲畑商店と改め翌年には東京にも進出。さらに1897年には本店を京都から大阪へと移転。 同年大阪に稲畑染め工場を設立し、最新技術を用いた染色化工業にも進出。日本の近代化を目指し欧州の先進的な商品や技術を導入すべく、染料、染色機械、薬品、香料、医薬品などを輸入する一方で、染色技術の実地指導にも力を注いだ。第一次世界大戦による経済的混乱が、 日本の染料業界にも及んでいた1916年、政府は染料の国産化を促すため、1926年、後の住友化学株式会社のファインケミカル事業の基礎となる日本染料製造株式会社を大阪に設立、翔太郎は社長に就任した。その後、稲畑商店は主に日本染料の製品販売を目指し、ブラッセル、皇典、天津、上海、 バタビアソウル、チンタオ、ハノイ、ダイレン、最南、ジョクジャカルタに拠点を開設し海外進出を積極化させた。1918年には、稲畑商店を株式会社化、さらに第二次世界大戦により商業活動の規制が強まる1943年、社名を稲畑産業株式会社と変更した。戦後は、日本の高度成長とともに、 稲畑産業の事業規模も拡大。1961年の大阪証券取引所、翌1962年の東京証券取引所、第2部上場を経て、1973年8月には、両取引所の第1部に上場した。1976年には、戦後の海外拠点第1号となった稲畑シンガポールを設立。 その後世界各地にネットワークを拡大し、海外約50カ所で、情報電子、化学品、合成樹脂、重環境、食品の5分野で事業を行う。創業者翔太郎は、1926年に財団法人日仏文化協会を設立するなど、日仏交流に尽力。同協会の活動拠点となっている、京都市の関西美仏学館では、 現在でもフランス語やフランス文化の普及及び、両国のアーティスト、研究者による交流があり、稲畑産業は、その活動を支援している。また、創業以来親しまれてきた、稲畑産業のロゴマーク、IK。マークは創業者、翔太郎のイニシャルであると同時に、愛、高志の意味が込められている。ありがとうございます。